こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パラダイスクリーン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。フライトライツ前に行きそうです。パラダイスクリーン、それに続いています。さらにはシンコーラブリー、11番ファストネス、その後ろ。それでは先頭から先手を取ったのはパラダイスクリーン、赤の帽子フライトライツ、その後ろ。これに続くのがポシブリーパーフェクト、並んで9番アイシーウェルズ。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。それでは先頭から先手を取ったのはパラダイスクリーン、すぐ隣にフライトライツ、アイシーウェルズ、それに続きます。シンコーラブリー好位をキープ、すぐ後ろにファストネス、並んで8番ステージブルーム、内からはレギュラーエリザベス、その外からレジェンドファッション、並んで6番ステイメドー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでポシブリーパーフェクト先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。パラダイスクリーン、ポシブリーパーフェクト2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。パラダイスクリーン先頭、あと 200m。 パラダイスクリーン先頭だ。リードは1馬身。後続のアシーロはどうか。シンコーラブリー迫る。パラダイスクリーク、パラダイスクリーク1着、2着にはどうやらシンコーラブリー。勝ったのはパラダイスクリーク、見事な勝利です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。グランパズスマイル前に行きそうです。プリンセスヒッター、それに続いています。さらにはドロットサンダー、8番ハート・オブ・カラー、その後ろ。先頭に戻りましょう。先頭はなんとドロットサンダー、場内も大歓声。その隣にプリンセスヒッター、向こう上面に入っていきました。前に戻りましょう。なんと先頭はドロットサンダー、これには場内からも歓声が上がります。ハート・オブ・カラーすぐ後ろ、その隣にプリンセスヒッター。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。なんと先頭はトロットサンダー、これには場内もどよめいています。前はトロットサンダー、後続を引き離す。2番手はグランパズスマイル、ハート・オブ・カラー3番手。さあトロットサンダー、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。トロットサンダー先頭、これは強い。2番手はハート・オブ・カラー、トロットサンダー、この馬で決まりか。トロットサンダー独走。トロットサンダーぶっちぎりです。トロットサンダー1着、2着はミラクルキャッシュ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わった西のフラワー、残り 200m、 後続を引き離す。西のフラワー、足色は衰えません。2番手はブラウンシチー完璧です。圧倒的な強さを見せました。西のフラワー1着、2着はアメリカンベーブ、これが最強女王だ。西のフラワー4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは DG トップ後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は小栗ローマン、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭は小栗ローマン。 DG トップ必死に追いすがります。小栗ローマン先頭、シアマゾン迫る。大外から一気にシアマゾン、小栗ローマン、小栗ローマン1着、2着にはどうやらシアマゾン、小栗ローマン、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はサクラローレル、残り 200m、 先頭はサクラローレル。大気ブリザード必死に追いすがります。大気ブリザード追いすがります。サクラローレルゴールイン。サクラローレル1着、2着は大気ブリザード。サクラローレル見事な勝利です。